はい、こんにちは、勝俣博物館です。ただいま、4時5分、早朝4時5分でございます。12月20日木曜日ですね。セブンイレブンに来ましたけども、仮面ライダーのケーキが届いたということで受け取りに来ました。早速買いに行きます。お願いします。高っ。4266円。カードだな。あ、これあれだ、セブン自分でやるんだよね。そうそうそう、このビニールで、あ、そのビニールでいい。すげえな、自分でやるんだよな。できた。何が入ってる？おもちゃ。仮面ライダーのおもちゃとケーキが入ってるんだけど、あれ本当におもちゃ入ってるのかな、これ。まあ、入ってるだろうな。なんかレシート赤いね。終わり。よし、帰ってレビューするぞ。We are the champions, my friend。はい、ということで買ってきました。現在お時刻はお時刻って言い方おかしいね、6時10分ということで、ちょっとカラオケにね行ってまいりました。なんでかっていうと、この前の日というか数時間前にボヘミアン・ラプソディというね、クイーン、ロックバンドですね、往年のあれの、まあ、ドキュメンタリーみたいな、まあ、映画、フレディ・マーキュリーというボーカルのね半生を綴った全てのこう一生綴った感じのね物語の映画なんですけども、まあそれがすごい自分の心にぐずしっときましたということで、カラオケに行ってきたということで、あとこれも届いてましたね。はい、パワーレンジャー、ジオナイザー、オーレンジャーのやつですね。はい、デラックス版まだレビューしてないので、デラックス版もありますし、これもレビューしたいと思います。さあ、いちご、うわ、ちっちゃい小粒だ、今年も。でもいい匂いする、酸味が効いた。さあ、そしてこちら、今年のキャラデコ、メリークリスマス、 We wish you a merry Christmas、 We wish you a merry Christmas and a happy to me。 はい、じゃん、生ケーキ5号ですね。山崎、皆さんご存知、山崎製パンのケーキでございます。結構高かったね、びっくりした。開けます。パカ、おー、何も乗ってない、ただの白いケーキ。ここにこれを自分で乗っけると。さあ、そして、お、これだ。これ食べれないけども、これでメリークリスマス、開けて飾ってくださいということですね。ケーキの方はあと24時間後、いや、嘘、12時間後、あと12時間後に、これ一人じゃ食えないので、ちょっと友達ん家行ってね、友達と一緒にご飯と一緒に、このケーキも食べたいと思います。来た、反対側でしたね。多分去年のもそうだったかもしれない。すぐそこにあるんですよ。のぞみ、のぞみ、のぞみ、ヘイ。去年の。あ、去年のもそうですね。全く一緒。全く一緒の入り方します。しかも去年と消費期限が丸1年違うだけ。まあ最速で頼んでますからね。さあ、今年は、LR44 の電池2個は別売りということで、別売りだそうです。なので自分で用意しましょう。さあ、サンタライドウォッチ、サンタライドウォッチじゃないね、多分、なんて言うんだろう、ジオライドウォッチクリスマスバージョン。お、なんかめっちゃ光ってる、キラキラメッキみたいな感じのあれになってんな。デラックスじゃないんだけど、梱包がすごいね。ケーキめっちゃいい匂いかましてる。すごい食べたい。
じゃあここに電池入れなきゃダメってことだね。後ろネジ穴ドプラスドライバーちっちゃいので開けれます。そしたら LR44 電池を2個入れます。おら来た、ライドウォッチ。あ、上は押せないですね。この上は押せないです。ただほら見て、めっちゃめっキラキラしてる。ラメラメというか、ほらシルバージオのこのシールの部分がね。鳴らします。お、ジオジオじゃないんだね。君たちに夢と希望を届けてくれるのはサンタクロースだという。素晴らしい。ここは変身音普通ですね。ここまで入ってるんだ。パーティータイムっつったかな。あ、シャン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 ってちょっと聞こえた。へえ。ではモード変えましょう。お、緑色だぞ。ほら。あれ。Wait wait 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 wait。なんで反応しなかった今。もう一回。書いてある。 X マス1225。ちょっと待って、なんでお前らそんな反応しないの。ほらほら、すごいね。で、もう一回。タイムブレイク。もう一回かな。あ、これはタイムブレイクになっちゃうんだ。じゃあさっきの特別音声は単体でしかならないのかな。そうっぽい。逆にさしてもならないかな。ならないね。ただクリスマスは出てる、しっかり。なんでならないのかな。ならないですね、こっちにさしても。はい、もう一回その特別音声だけ。シャン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 って聞こえる。はい、ということで一応限定のクリスマスバージョンケーキ食べます。ではどうぞ。来たよどうかこれ続きになってるから、最初に、そう、最初に玩具の紹介があって8分ぐらい玩具の紹介があってからのこれだから今来たよってどういうことケーキを持ってサンタが来たよってじゃーん、なんかめっちゃさ殺風景じゃない。うんね、これでデコレーションしろだって。これ何でもこれ食べられないから、まあ、でしょうねこれは取っとく。
うん、その方がいいよ。だからあとはこれでデコレーションしろって。ケーキに刺しちゃったらね、うん、できなくなっちゃうからね。これこうやってデコレーションしろって。もっと必要だったこれ俺持ってくればよかったね。ねえ、もうちょっと買えばよかった。家から持ってくればよかったなこれ。買えばよかったねえ。でこう、うわ面白いやばい。これ遊んでるわけじゃないからデコレーションだからね。あのしっかりね、あの誰も誰も言ってない、釈明しとかないと。言ってない言ってない。じゃ君たちにとってあれかもしれないけど、見てる人からすると遊ぶなとか思われちゃうかもしれない。デコレーションだから、あくまでね、あくまで。そう、あくまでデコレーションですから今年の山崎のケーキはまだまだ成長してねえな全然。さっきの箱どこ行っちゃった？あ、ごめん、潰しちゃった。いいよ、ちょうだい。どう言って、かわいい？一番最初にさ、チョコ一本だけ立てた時、なんかの家のモデルかなみたいな煙突のついてる家かなみたいな感じだったけどさ、今その上にいちごを乗っけちゃうとさ、そのチョコの棒がロー、でいちごが火そういうことね、だからろうそくの火みたいに見えるんだってこれが、ゆっくりが今。あー、なるほどね。でだから、あ、じゃあ今から電気消すとか引かんないこれダメ。じゃあ切ってもらおう、なるぽんにめくりまーす。でな、これちょ待って待って待って、何おおすげえ、ああやばいやばいお腹痛いじゃあ切るよ。あ、いいよ一回止めていいよ。ケーキ入刀。ケーキ入刀次回予告、キングダムハーツ3発売日にキングダムハーツの一番くじの動画を出します次回予告この二人が喜ぶ様をご覧あれ配分が違うぞあれやばい、配分が違うぞいいよ大丈夫だよ、ここで言っちゃえばいいじゃん。生クリームで言っちゃっていい、うん、生クリームで言っちゃっていいよ。そうだよね、うん、じゃなきゃなんかおかしいよね、うん、あれえと思って6対4、6対4みたいになっちゃうよね仕方がないよ、ま、4等分じゃ絶対にそれ取っちゃうから仕方ないね。そうだよね、なんか、うん、はい、さあじゃあちょっとよそって見して。いやここがうちの母だからメリークリスマス。よかった、今年2分の1じゃなくて、うん、どうこう、ここからスーっていく、どうする、うん、こうのね、マジ2分の1きつかったもんな俺。4分の1じゃもう余裕だわ。うわあ、マッチョ、違う、そうオッケー、ピピーピピー、イエーイ、はい、よし食べるぞ。いい、もちろんいただきます。うん。乗っけたいのね君は。ろうそくにしたいのねこれを。構成あるからね。いただきまーす。やべマジうめー、久しぶり。普通に。一年ぶり。やっちゃって。うん。これ絶対ねこうして食った方がうまい。煙突？うん。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 うん、これチョコ棒のね生クリームめっちゃうまい。ちょっとこれが限界、うん、そう、それが限界なんだよ、うん、下手やっぱ若いからね、まだイチゴが。いいの、ちょっと待って、ん、何する、いいのよ、なんかうまっ、自分ばっかり。あなたもこうしたい、うまっ、あーってしてくれる人が俺いねえんだ。
ろうそくに見える。ろうそく、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 俺もう食べちゃった。ろうそくの本体食べちゃったもん俺。ろうそく映す、はい、もうやばい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 、ろうそく火が大きい。燃えてる、燃えてる。いやうめえ、うまい。この量だったら美味しく食べれる。二分の一はさすがにやべえね。地獄みたいな量やから去年見てるから。去年マジ地獄だったから、これ生クリーム食うのに。これチョコがあるから今年はね、もっといい。うん、これ毎年出るんでしょ。毎年出る、毎年チョコ出る。来年は2箱6本6本差します。わかんない、そのタイプかどうかわかんない。あ、これかどうかってこと。てか俺がね、もっとそもそも気になってんのね、仮面ライダーどうなんのと思ってんだよね。あ、平成最後だったもんねって言ってるじゃん、うん、やるんかなって思ってんだよね。ほっき、うん、ほもほも、うん、なんか仮面ライダーっていうワードなくなっちゃうんじゃないかなとも思うんだよね。うん、なんか新しい何かになるとかないのかな。分かんないけど。いちご。うん。なんで笑ってる？ろうそくが短くなってるから。火がない。うん、生クリームこれで食べるといけるね。めっちゃいける。そう。単体だとちょっと、単体だとやべえけど、チョコとしちゃったら無限に食える。程よくね、チョコがね、なんかこのこれと一緒に食べるとチョコに若干しょっぱさを感じる、うん、だからこう甘いとしょっぱいでね、うん、ちょうどいいね、うん、食べちゃった、こんな早く。4分の1スケールは全然いけるね。4分の1スケールは全然美味しく食べれるわ、うん、あなたは去年も4分の1だから。あそこの彼だけに4分の1。まさか今年はちゃんと4分の1食ってくれる人が現れるとはな。まさか、よかったな本当に。ああ、今年はなんか幸せな仮面ライダーのケーキでした。いや幸せじゃないと言ってるわけじゃないよ、うん、よりもわだん、チョコ取っといた方がサランラップしやすかったかな。何のチョコ食べちゃった。んチョコ食べちゃった。うん、仮面ライダーチョコを刺してサランラップしたかったかなって思ったけど、まあいっか。しかもね、くしくもね、去年とね日付が全く一緒、うん、1年違い、12月21日、うん、ふぅ、じゃあそれではまた明日。